村上市の国道で昨日、シニアカーに乗っていた93歳の男性が乗用車にはねられ死亡する事故がありました。高齢者の移動を助けるシニアカー、便利な一方、専門家が指摘する注意点とは。前方部分が破損した乗用車、その先にはシニアカーが。村上市の国道で昨日、乗用車とシニアカーが衝突し、シニアカーに乗っていた93歳の男性が死亡しました。警察によりますと、男性はシニアカーで道路を横断していた際に車にはねられたとみられています。現場周辺に信号機や横断歩道はありませんでした。街中で見かけることも少なくないシニアカー、道路交通法上は歩行者として扱われます。運転免許は不要、交通ルールは歩行者と同じです。先月から買い物や病院に行く際に利用しているという男性は。足が弱ってきたもんですから、それで免許返納しまして、それであと歩くことがちょっと難しいので、時速6キロですから、人の歩く早足の人と同じぐらいなんで、もう1キロは2キロぐらい、速度が出てもいいかなと。一方、危険な目に遭ったという声も。私は青信号で横断しているタクシーが右折とか左折で突っ込んでくるわけさ。どうしようもねえな、元気いれば、降りて、飛んでいってさ、できにも足が悪いから。シニアカーの販売・レンタルなどを担う会社を訪ねました。自動車運転免許を返納して電動カートを使って移動したいというお問い合わせは多く聞かれております。理学療法士の佐々木さんに乗り方を教えてもらいました。こちらが時速になっていて 0.5 から6キロまで動かすことができます。あとはこちらのレバーをもう引くことによって動いていくという形になります。記者が試乗してみると、ゆっくりと走り出しましたが、緊急停止しました。アクセル操作をもう一度やり直してください。これはどう、レバーを握れば前進、離せば減速し止まる仕組みです。最初は戸惑いましたが、すぐに乗りこなすことができるようになりました。便利な一方、高齢者ならではの注意点もあると言います。ただ高齢者の方ですと、判断能力が低下していたりですとか、視覚、聴覚の低下が起こりえますので、自動車が来ていることに気づかないということも考えられますね。そのためこちらの会社では、当社ではレンタルを開始する前に適合チェックリストというものを用いてレンタルをさせてもらっております。こちらがそのチェックリストです。シニアカーを貸し出す際、鍵の差し込みからハンドル操作、緊急停止が正しくできるかなど実際に操作してもらい確認します。基準を満たすまで貸し出さないなど一定のルールを設けています。定期的にモニタリングといいまして、お客様宅にお伺いさせてもらって、きちんとご使用できているかどうかを確認させてもらっております。佐々木さんは、人から譲り受けて乗り始める人もいるとして、正しい操作方法と交通ルールの遵守を呼びかけています。